エリアカン・マンガラは、フランスコロンブ出身のサッカー選手。プリメーラ・ディビシオン・バレンシア CF 所属。ポジションは DF。今後民主共和国にルーツを持つ。フランス国内でのプレー経験はなく、ベルギーの中小クラブのユースチームでのプレーを経て、2008年から、ベルギーのスタンダール・リエージュに移籍した。同年11月9日、ジェルミナル・ベールスホット戦で、プロデビューを果たした。 2011年8月16日、FC ポルトに移籍した。2014年8月10日、マンチェスターシティ FC に移籍した。2016年8月31日、リーガエスパニョーラのバレンシア CF に1年間のレンタルで移籍した。2018年2月1日、エバートン FC にレンタル移籍した。2019年3月2日、 クラブとの契約を2020年まで延長したことを発表した。2019年8月12日、2016から17シーズンに在籍したバレンシア CF と2年契約を締結した。フランス代表として U-21 代表でプレーしている。2013年6月5日にモンテビデオで行われたウルグアイ代表との親善試合で代表初出場を果たした。 ありがとうございます。